マイネームが大変ですよ。どうもプラチナム大阪赤峰ウニと申します。今日は僕のメイク術を見てもらおうかなと思うんでよろしくお願いします。まず初めになんですけど、やっぱり化粧で一番僕が大事にしてる部分はカラコン選びですね。ちょっとどこのカラコンかは覚えてないんですけど、 15mm っていうのこだわってて、色も僕赤が好きなんで赤のカラコンを入れていきたいと思います。そんな感じの赤のカラコンぶち込んでいきたいと思います。固め入ってちょっと大きさとか結構変わると思うんですけど、あんま変わらんかな。それ赤なんであんま大きく見えないですけど、ちょっと反対側も入れていきたいと思います。めちゃくちゃごめんなさい。カラコン入れた感じ、こんな感じですかね。ちょっと明るかったらすごく発色いいんですけど、お店暗いんでなかなか見分けつかないと思うので、明るいとこでぜひ見てほしいカラコンの色なんで、よかったらまた見てみてください。カラコンバッチリ入ったね。次は下地の方ですね。ちょっと顔の赤みとか毛穴とか隠していきたいんで、最近ちょっと従業員の子からおすすめされてちょっと買ってみたものなんですけど、これですね、セザンヌの皮脂テカリ防止下地ライトブルーってやつなんですけど、ちょっとコスパも良くて、僕の化粧するモットーがちょっと安くよく見せようっていうのがモットーで、あんまコスメとか詳しくはないんですけど、これも多分600円とか700円ぐらいなんで結構長持ちするんでおすすめなので、ぜひ使ってみてください。ちょっと塗っていきます。メイクはもうホストを始めて5年なんですけど、なんか昔からヘルプ使わせてもらってる女の子とかからちょっとずつ教えてもらったりとかで動画見てみたりして、どうしても僕韓流系目指してたんですけど、気づいたらビジュアル系になってて、なんかまあビジュアル系路線でやっていこうかなみたいな感じで4年間続けてますね。うちのさつきせな代表が、僕はすっぴんやったら働いたらあかんって言われてるんで、化粧を欠かしたことはないです。あまりにもブスすぎてちょっと働くも NG でって言われるんで、よいしょ、こんな感じでちょっと下地塗ってみたんですけど、かなりライトブルーなんで白っぽくなって赤みも消せてすごくおすすめなんで、この上から次ファンデーション塗っていくんで、ちょっと完成形をお楽しみください。下地が完成したっていうことなんで、次はファンデーションの方を塗っていきたいと思います。本来僕も下地3種類ぐらい塗ってたんですけど、もう最近はセザンヌに変えてから一発塗りできるようになったんで、じゃあ次、ファンデの紹介ですね。こちら、まあめちゃくちゃコスメ界で有名なミシャのクッションファンデですね。マットの色でナンバー21ってやつなんですけど、僕買った時その宣伝として歌ってたのが3秒に1個売れてるみたいな、3秒に1個売れてるファンデやったらめっちゃいいやんと思って使ってみたら結構良くて、最近愛用してる感じなんで、よかったら皆さんも使ってみてください。それではちょっと塗っていきたいと思います。まあこんな感じでまめなく塗れたと思うんで、次は台に行きたいと思います。ちょっとセットの方の予約が詰め詰めやったんで、抜けしてどれだけ先完成してきた感じなんで、続けてやっていきたいと思います。ファンデまで終わったんで、次は眉毛ですね。僕眉毛めちゃくちゃ苦手で、全剃り派なんです。生やすことが苦手すぎて、全剃りすぎてすっぴんやったら人相悪いっていつも言われるんで、早速眉毛描いていきたいと思います。使うんが、イワグラムのアイブロウパウダーですね。100円なんですけど、4種類色あって、僕基本一番上しか使わないんですけど、めちゃくちゃおすすめです。僕これしか使ってないです。眉毛ノーズシャドウとか全部これ1本でいけるんで、皆様よかったら使ってみてください。それでは塗っていきたいと思います。とセットしてきたんで難しいですけど頑張ります。こっち隠れてるんで、ちょっと今日はこのまま行きたいと思います。眉毛がまあ一
一通り終わったんで、次は平行二重にしたいんですけど、ちょっと整形するのもビビってるんで、僕のアイプチの技術を伝授していこうかなと思って。普段みんなってアイテープ買ってきて貼ったりしてると思うんですけど、僕4年前化粧を始めた時にアイプチしたら変わるよって言われて、でそのアイプチの仕方がバンドエイドなんですけど、このバンドエイドあるじゃないですか、これハサミでなんかその丸っこい部分端っこをまず切り落としまして、工作の時間みたいになってますね。切り落として、でちょっと広げたい幅に2本縦切れ目入れるんですよ。適当にいつも何も考えずにやってるんですけど、こんな感じで2本切れ目入れて、で切れ目入れたらこの縦2本入ってるんで、これちょっとめくってもらって、この切れ目の部分を切ってあげるんですよ。そうするとちょっと自分流のこのアイテープっていうのができて、僕のりタイプとかがどうしても目のなんていうんですか、合わなくて全然広がらないんでバンドエイド使うんですけど、一緒の方おったらちょっと嬉しいですね。こんな感じでちょっと一回貼っていきたいと思います。ちょっと今日こっち一重なんで多分香りがすごい分かると思うんで、ぜひ見てほしいです。どうですか、一重から今から貼るんでちょっと待ってくださいね。こんな感じで二重幅が分かるかな。さっきめっちゃ一重やったのが、こんな感じで結構幅広がるんで、ここからさらに後で広げていくんですけど、このアイプチ技術、しかもこれも100均で100枚入り100円とかなんで、このバンドエイド1枚1円とかでかなりコスパいいんで、よかったら皆さん使ってみてください。続きまして、ノーズシャドウと涙袋とダブルラインみたいな感じでやっていくんですけど、もうそれもほとんどこの岩グラムのアイブロウパウダーでいけるんで、僕ノーズシャドウいろんなやり方あると思うんですけど全然わからなくて、とりあえず鼻塗っとけばよわと思ってる人間なんで、ちょっと塗っていきます。こんな感じでノーズシャドウ入れて、どうも僕香りとか分かんないんですけど、次涙袋入れていきます。涙袋僕なあんまないんで、いつも入れる時のポイントとしては目をちょっと狭めて若干ぽくって出るんで、その下をこの茶色のやつで、適当にパーって引いて、僕結構目を大きくするタイプなんで、横の方までしっかり引いてあげる感じ意識して、ここはナチュラルに薄くやることによってちょっと次入れるやつが大きく見せれるんで、こんな感じで軽く 2,3 本線入れてもらったら、ちょっと次使うのがこれなんですけど、これもセザンヌなんですけど、セザンヌの、各二重アイライナーみたいな感じのダブルラインフェイカーみたいな感じで、これもすぐ薬局とかでいろいろ売ってるんで、これちょっとこれも従業員からお勧めされて使ってみてるんですけど、かなり発色良くてめちゃくちゃくっきり影できるんで、ちょっと一回塗っていきますね。目の下どうですかね。結構多分やりすぎって言われるんですけど、これぐらいやらないと店マジで暗いんで、結構僕はオーバーに入れてる感じですね。これ一本でいろいろ使えるんで、これ続けてダブルラインの下書きみたいなペン入れしていきたいと思います。この広げた二重幅をさらに大きく見せたいんで、これで目頭のこのなんていうんですかね、二重がこう連なってる部分を平行に見せたいんで、ここから軽く線を入れてあげる感じで、こう二重幅になぞってってなぞってって、で最後こっち目尻ですよね、こっち目尻をこう一緒にこう大きく見せてあげるためにこう引いていくと、こんな感じですね。ちょっと見にくいと思いますけど、これをさっきのアイブロウパウダーでちょっと濃いめにしてあげるみたいな感じでやっていくと結構くっきりするんで、こんな感じで濃く入れてあげたらどうですかね。結構変わると思うんですけど、こっちと比べてみてどうですかね。変わりましたかね。めちゃめちゃ変わりました。こんな感じでなんかやっていけば目大きくなっていくんで、おすすめなんでぜひやってみてください。こんな感じで、ダブルラインの下書きみたいな感じで、これかなりおすすめなんで使ってほしいのと、次僕が苦手なアイライン作業するにあたって、なんかアイラインの引き方っていろいろあると思うんですけど、僕基本釣り目なんで釣らしていきたいと思います。で使うのがユアグラムのリキッドアイライナー、もうユアグラム信者なんで、これめちゃくちゃ色落ちとかもしんくて、ウォータープルーフかなんかやと思うんで、落ちたこともあんまないんで、ぜひ使ってみてほしいですね。早速塗っていきたいと思います。僕塗るとこが基本的に目頭から引かずに目尻側だけを基本引くようにしてて、ち
ょっと一回弾いてみますね。こんな感じでちょっと伸ばしてあげる、延長線上でみたいな感じでいつも入れてるんですけど、反対側も同じように、反対側もこんな感じで、ちょっと今日めちゃくちゃ迷ってるんですけど、普段はアイラインも下引いてるんですけど、やっちゃうとゴリゴリになりすぎちゃうからみたいな、せっかくの撮影なのでナチュラルにいこうかなと思ってるんですけど、ちょっと下も引いていきたいと思います。この引いたとこから涙袋の線を描くようになぞってあげるように、もうこんな感じで下も引っ張ってあげたら、なんかちょっと目大きくなりましたねちょっと僕すっぴんの目いつも覚えてるんで、やっぱ化粧したらちょっと自分かっこいいなって思っちゃう、うぬぼれちゃうとこあるんですけど、反対も一緒のように引いていきます。こんな感じですね。まあアイライン引くだけでグッと目力も強くなるんで、なんかもっといいアイラインの引き方あるよっていうのがあったらぜひ教えてほしいです。こんな感じで続けてちょっとダブルライン引いたんですけど、それをちょっと濃くしてあげるっていう、なんていうんですかね、濃くしてあげるのをアイラインでやっていきたいと思うんで、その目尻のここ側と後ろ側、目頭の部分をちょっと黒で塗っていきたいと思います。まあこんな感じでやってあげると二重の幅がすごくでかくなったように見えるんで、僕は基本これでやってるんですけど、まあ女の子受けは良くないですねじゃあなんでやんねんって話なんですけど、アイラインが完成したっていうことなんで、その次はこの幅広げるだけ広げてアイラインぶち込んでダブルラインやってるんで寂しいじゃないですか。そこ と、 あと涙袋とノーズシャドウを入れたところハイライトを入れる作業をやっていくんで、ドーリーエンジェルっていう33色ブローアイシャドウパレット、アイシャドウの33色ですね。33色やったら大体買ったらちょっといい値段するんですけど、これ500円なんですよね。かなりお得で、しかもちょっとあのソエモンのドンキで売ってるっていう、今も多分500円で売ってるんで、しかも色も33色あるので使い分けすごくいいんで、かなりおすすめなんでぜひ買ってみてください。他に何かいいのあったら教えてほしいですね。まず入れていくんが白のハイライトでラメ入ってないやつで、あ、ちょっとトントントンってしてあげて、眉毛と眉毛の間の下ぐらいからこういう感じで一直線に僕は引いてあげて、入ってるかな、うん、入れすぎたら鼻だけテカってるやつになるんで、こんな感じで入れたらちょっと指でこう擦ってあげてなじませるっていう感じで、で上まで引っ張ってこうやることによってちょっと鼻が高く見えますよっていう効果があるらしいです。はい、続いて今白のハイライト入れたんですけど、シルバーのラメ入りのシャドウでこの涙袋を変えていって、涙袋をもっと強調させていこうかなと思うんで、ちょっと入れていきたいと思います。こんな感じですね。ちょっとピカピカしてますけど、こんな感じでいつも入れてるんで、ちょうどぷっくりになっていい感じになると思うんで、まあ入れすぎ注意です。ナメクジ飼ってるよって言われるんで。次なんですけど、ダブルラインとアイラインの間のこの隙間あるじゃないですか。隙間は日によって色変えてるんですけど、いつもの色ピンクっぽい感じでやっていこうかなと思うんで、いつも使ってるのがこのユアグラムの、ブルーミングアイカラーパレット、これも結構人気なんですけど、これ使ってるんですけどちょっと今日割れちゃってるんで違うやつにしたいと思います。では早速入れていきたいと思います。ほとんど完成形に近いんで気合い入れて入れていきます。でちょっとこの二重作ったアイプチのバンドエイドが目つぶった時に見えやすいんで、ここ重点的にシャドウ塗ってあげることによってちょっとなんとかカバーできるかなみたいな感じで、僕目つぶったら見えてるよって言われるんで、こんな感じですね。こんな感じでとりあえずシャドウは完成です。ほとんど仕上がってきたんで、最後に入れるのがリップとあと涙袋を入れていきたいと思います。口紅使ってるのが、口紅って僕も結構いろいろ使ってきたんですけど、やっぱりこれまたユアグラムのこれ200円で売ってるやつなんですけど、思った以上に発色良くて、一回つけていきますね。ちょっと口紅を、これマジでおすすめです。僕結構過去一で気に入ってて、かなり発色いいんで塗ってあげて、僕唇は厚いんであんま発色良すぎるとたらこ唇って言われるんで、ちょっと上だけ塗ってあげて、ちょっと足りひん部分塗ってあげて、でこれだけだとめっちゃ濃いんで、ちょっといつも僕はペーパーで 2,3 拭きしてから完成って感じですかね。もうこんな感じで、かなり色づきが良すぎて、最初つけた当初おねえって言われてましたね。落とすのわからんかったんで、今でもたまにおねえかなと思うんですけどまあこんな感じで唇濡れたんで、次
く涙袋とかってアイラインとかでみんな描いたりしてるんですけど、僕かなり違っててマイネームで描いてるんですよ。マイネームの方がなんか持ちよくて、ここ触ることないんで絶対化粧してるんで、こっちの方が太くしっかり描けるんで、アイラインかすれちゃうんです。僕の場合最後の化粧品紹介でマッキー出てくると僕も思わなかったですけど、マッキーでいきたいと思います。ほんまに簡単っす。引っこ抜いてこの目の下にテント置いてあげて、その横にテント置いてあげたらこんな感じで出来上がります。とりあえず一通りこんな感じで完成です。以上で僕ことウニーの化粧が一通り完成したというわけなんですけど、まあなんかいろんな化粧品が世の中ある中で、まあ、僕は今使ってる化粧品が一番やと思って使ってるんですけど、これが使ったらもっと良くなるよとかあったら僕も教えてほしいですし、まあなんか今使ってる化粧品で結構高いものとかってあるじゃないですか、それをちょっとこの僕が使ってるやつで変えてみたら意外と何ら変わりないやみたいな、遜色ないやみたいなことあるかもしれないんで、そうなったら月1個5000円かけてるものが1個100円になるだけで4900円好きなことに使えると思うんで、かなり僕は熱くユアグラムというブランドをなんか推してるんですけども、ダイソー様々なんですけど、結構人気商品なんで行ってないこととか多いと思うんで、僕も 2,3 店舗回ることとかあるんで買いだめすることが基本ですね。100円とかなんで10個買っても1000円なんで、まあ、基本買いだめして、でちょっと行ってなかったって言ってくれたら僕買いだめしてるんで、全然皆さんあげるんでぜひもらいに来てほしいですね。まあ、こんな感じで、すっぴんから化粧完了までの流れっていうのが終わったんですけど、まあ、僕は化粧して、まあ、見れる顔になる、かっこよくなるってよく言われるんですけど、まあ、化粧せずともイケメンな従業員もいますし、トータルして同じキャラっていうのがおらんくて、うちの店は全員個性豊かで女の子に合った男の子が絶対おるお店やと思うんで、よかったらプラチナモーサカ遊びに来てください。ありがとうございます。